紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。問題一。問題一では。まず質問を聞いてください。それから話を聞いて。問題用紙の一から四の中から。 最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう例大学で男の学生と先生が話しています学生はこの後どうしますか先生すみません私の発表が再来週なんですがちょうどその日に 企業の実習が重なってしまいまして就職を希望しているところなのでできればそれに行きたいのですが発表の日にちを変更していただくことはできないでしょうかそうですかそういうことなら仕方がないですねじゃあその日は発表は誰かに代わってもらいましょうかああ田中さんがまだ一度も発表していないからまずは田中さんに聞いてみてください わかりました。すぐに確認します。もし田中さんが無理だったら、次のゼミの時に全員に聞いてみましょう。はい、わかりました。どちらにしても、分かり次第連絡してください。はい、ありがとうございます。学生はこの後どうしますか最も良いものは2番です。 回答用紙の問題一1の例のところを見てください最も良いものは2番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番日本人の男の人と留学生の女の人が異文化交流会のスピーチについて話しています。 女の人はどのテーマでスピーチしますかちょっと相談があるんだけど何今度私が住んでる地域で異文化交流会があるんだけどそこでスピーチしてほしいって頼まれちゃってへえ<ー>。それでテーマを何にしようか迷ってるのよね言葉とか身振り手振り食文化 あと、家の作りなんかどうかなって。どれも面白そうだね。ところで、その交流会に来るのはどんな人たちなの地域の主婦とか子供たちだって。そうか。じゃあ、言葉とか家の作りとか、小難しい内容は退屈するだろうね。料理だったらみんな興味あるんじゃない作って持って行ったりしてね。それか、身振り手振りなら、 実際にやってみたり、クイズなんかも出したら盛り上がりそうそれいいねうん、どっちにしようかな料理も捨てがたいけど、スピーチの後食事会あるしやっぱり子供たちと一緒に楽しめる方がいいかなうん、それがいいよ女の人はどのテーマでスピーチしますか 2>, 2番ホテルの館内放送で女の人が話していますホテルに泊まっている人はこのあとすぐ何をしなければいけませんかただいま火災警報が鳴っておりますが出火があったとの情報は入っておりません誤作動の可能性が高い模様ですが確認が取れるまでしばらくこのままでお待ちください念ののためこの間に お連れの方やお荷物などを、今一度お確かめいただき、万一の場合に備えていただければと思います。また、避難をすることになった場合は、従業員の誘導に従って、落ち着いて移動にご協力いただくようお願いいたします。ホテルに泊まっている人は、この後すぐ何をしなければいけませんか 3番女の人と男の人が新製品のポスターについて話しています女の人はこの後何をしなければなりませんか部長今お時間いただけますか会議でお話しした新製品のポスターの案を見ていただきたいのですがどうぞへえ、色が鮮やかだねはい今回のテーマの 華やかさを一番に訴えられるよう色合いを明るくしてみましたうん確かに色合いはいいねでもキャッチフレーズの字が小さくてちょっと目立たなくなってしまっていないかなそう言われてみるとちょっと離れた場所から見てみるといいよ私が持っているからドアの近くまで行って見てごらんすみませんうん 確かにキャッチフレーズがあまり目に入ってこないですね。でも、気になるのはそこだけですね。わかりました。ありがとうございます。女の人はこの後何をしなければなりませんか 4番女の人がプリンターのサポートセンターに電話しています女の人はこの後まず何をしなければなりませんかはいサポートセンターですあのー、パソコンを買い替えたんですがプリンターはそのまま使えますか機種は MP501 ですはいお使いいただけますが もう一度設定をしていただく必要がありますプリンターの説明書はお手元にございますかすみません、ちょっと出てこないですインターネットで見ていただくこともできますがインターネットの接続もこれからなんですプリンターを買ったときについてきた CD はあるんですがでは、そちらをパソコンに入れていただけますかあ、はい画面に インストールの開始というボタンが出ましたでしょうか。出ました。それを押すと、自動的に設定が行われます。設定が終わりましたら、パソコンを再起動させてください。そうしたら使えるようになります。えーと、このボタンを押して設定が終わったら、パソコンを再起動するんですね。わかりました。お電話ありがとうございました。 女の人は。この後まず。何をしなければなりませんか。五番。工場で。女の人と男の人が話しています。男の人は。 この後どうしますかお世話になります。新しい化粧品の容器、どんな感じに仕上がりましたかこちらなんですが、いかがでしょうあ、すごく軽いですね。触ってみたところ丈夫そうですし。瓶の原料の配合を変えて、軽量化に成功したんです。そうなんですか。デザインもイメージ通りです。従来よりも持ちやすくなりましたし。 ありがとうございます。この蓋の部分なんですが、上に持ち上げて開けるタイプに変更できますか回して開けるタイプは、最近使い勝手が悪いと不評で。はい。サイズを調整すれば大丈夫です。じゃあお願いします。あの、瓶の色はもう少し薄くすることは可能ですかそうですね。できないことはないんですが、 化粧品の保存のことを考えますと、このままの方がいいと思います。そうですか。じゃあこのままで。では、改良にもう少し時間がかかりますが、歴史代ご連絡します。はい、よろしくお願いします。男の人はこの後どうしますか 6番レストランで、店長とアルバイトの女の人が話しています。女の人は、これからまず何をしますかそれじゃあ、来週月曜日から勤務開始ということでいいですね。はい、よろしくお願いいたします。これがこの店の制服です。出勤したらまずこれに着替えてください。はい、わかりました。あの… 年末年始について、勤務が可能な日を教えてもらえますかすみません。ちょっとまだ予定がはっきりしないので、もう少しお時間をいただいてもいいでしょうか来週いっぱいまでなら間に合いますが、できるだけ早く教えてもらえると助かります。申し訳ありません。あの、お店のメニューを覚えておきたいんですが、メニューをお借りしてもよろしいでしょうかもちろん。頑張って覚えてください。 レジの操作の方は大丈夫ですかはい。先ほど説明していただきましたので。あ、でも念のため、もう一度確認させてもらってもいいでしょうか。じゃあ、開店まで少し時間がありますから、お客さんが来ないうちにおさらいしておきましょう。わかりました。ありがとうございます。女の人は、これからまず何をしますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では練習しましょう。 例男の人と女の人が話しています男の人が国内旅行にしたいと言っている理由は何ですか 夏休みのオーストラリア旅行の件だけどあれやっぱり国内旅行にしないえー、どうして急にそんなこと言うのずっと前から計画して貯金もしてきたじゃないう、うんそれにシドニーの山田さんに街を案内してもらう約束までしてたじゃない急にキャンセルなんてできないわよそれはそうなんだけど8月に大きなプロジェクトを任されて 休むわけにいかなくなくったんだよそんな山田さんにはまた別の機会に行くって連絡しとくからさうーんまあでも近場の温泉とかでのんびりするのもいいんじゃないかなああせっかく楽しみにしてたのに。男の人が 国内旅行にしたいと言っている理由は何ですか。最も良いものは三番です。回答用紙の問題二の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。 テレビで女の人が話していますこの映画を進める一番の理由は何だと言っていますか 観客動員数ランキンキグでで今週トップに立ったののがこの映画です。観客は若い人が中心ですがかつての人気ドラマシリーズのリメイクですので懐かしく感じる方も多いと思います一番の注目は主演俳優です。なんと5,000人のオーディションから選ばれた期待の新人でなんといっても演技力がすごいんですラストシーンの迫力ある彼の演技には私も息をのみました 作品を通して流れる90年代のポップスも効果的です。ぜひご覧になってください。この映画を進める一番の理由は何だと言っていますか 2>, 2番男の人と女の人が卒業後の進路について話をしています。女の人は進路を決める際に何を一番重視すると言っていますか ああ、そろそろ進路について真剣に考え始めないと進学も考えてるのうーん特に今の研究をどうしても続けたいってわけじゃないんだけどそうかといって具体的にやりたいい仕事があるわけでもななんだよなみんなそうじゃない実際に働き始めてみないと何が自分に向いているかなんてわからないと思う。自己分析してみると 意外な職種に向いていいててるっていう結果が出たりするし私は経済的に進学は無理だから就職活動するしかないけどもう始めてるの今はいろいろな企業に資料請求をしている段階どういう企業やっぱり大手を狙ってるの大企業は競争が激しいからねそれにこんな時代だから小さくても安定した会社がいいかなと思って探してるそれがいいよ 中小企業の方が任される部分が多いから、そういう点では面白いかもね。女の人は進路を決める際に何を一番重視すると言っていますか 3番「会社で男の人と女の人が話しています。今後どのような商品を開発することにしましたか?」。 最近家庭用ゲームソフトの売り上げが伸び悩んでるねなんとかいい商品を開発しないとそうだねそういえば簡単な操作でできるゲームが開発されてからゲームに関心を持つお年寄りが増えてきてるって聞いたけど確かにそうだけど先に開発した2社でほとんど市場を独占されてるからなじゃあ人気アニメのゲームの新しいバージョンとか 料理やファッションをテーマにしたものをもっと工夫するとか確かにそのあたりは客層が幅広いから可能性があるねただ他者との違いいが出しにくんんだよねうん、そうなんだそれで高齢者の中にも若い頃からゲームに親しんでいる人がいることに注目してみたらどうかと思うんだそういう人たちをターゲットにしたゲームはまだそんなにないよね歳を取るにつれて 若者向けのゲームをしなくなる人もいるだろうし、今の高齢者向けのゲームじゃ物足りないだろうしね。じゃあそのあたりを調査して新しいものを開発していきましょう。今後、どのような商品を開発することにしましたか 4番家で父と娘が話しています父は娘に何が特に重要だと言っていますか いいよいよ来週から社会人かなんだか緊張するなそうか来週からか私なんかが本当に仕事できるのかなちょっと心配大丈夫だよアルバイトもいろいろしてたじゃないかそれはそうなんだけど社員とアルバイトは違うでしょそれに事務の仕事はやったことないし最初はみんな新人なんだから徐々に覚えていけばいいよ それよよ。り、まず挨拶だよ仕事の基本だからな。わかった。あああと言葉遣いにも気をつけて。敬語を正ししく使えってことでしょまあそれもそうなんだけど正しい正しくないというよりは接し方だな。常に謙虚な姿勢で相手にいい印象を与えるようにね。なるべく笑顔で。 そういう日々のちょっとした努力が大事なんだよ相手が社員であれ外部の人であれ仕事の基本はコミュニケーションだからなるほどコミュニケーションか実際仕事ができる人は挨拶がきちっとできるからねわかったじゃあ笑顔の練習もしといた方がいいかなそうだな敬語の使い方も練習した方がいいかもしれないけど 父は娘に、何が特に重要だと言っていますか五番女の人と男の人が話しています。女の人は、どうして書道教室に行くことにしましたか 来週から書道教室に行くことにしたの。え鈴木さん、書道に興味なんてあったっけいいえ、これまではちっとも。実はこの前、たまたま近くのデパートで有名な書道家の書道展をやってたの。それで何気なく入ってみたらすごく面白かったのよ。気持ちを込めて書いた字って、やっぱり何か力があって伝わるものなんだなって。 これまでパソコンがあるから、わざわざ手書きで書く必要なんてないって思ってたけど、改めて手書きの良さを実感したのよね。そうだったんだ。確かに手紙とか手書きの方が気持ちが伝わるもんだよね。まあ、これを機に綺麗な字が書けるように頑張ってみるわ。字が綺麗に書けるって結構重要だからね。じゃあ、僕も書道を始めようかな。 実は結構得意なんだよね。それに毎日仕事で忙しいからたまには息抜きも必要だと思うしいいわね一緒に頑張りましょうよ。女の人はどうして書道教室に行くことにしましたか 6番女の人が男の人にしてほしいことは何ですか ただいまーおかえりなさい今日も遅かったわねねえ体大丈夫なのなんかすごく疲れている感じよもうちょっと早めに帰ったら大丈夫だよ今進めてるプロジェクト初めてリーダーを任されたんだし気を緩めるわけにはいかないんだよそれにずっと前からやりたいって思ってたものなんだ仕事にやりがいがあるってのはいいんだけど。 無理は良くないよこの前テレビの特集でやってたんだけどサラリーマンの過労死が後を絶たないんだっていくら仕事が好きでも働きすぎて死んでしまったら元もともこもないでしょ大丈夫だってまあこのプロジェクトさえ一段落すればちょっとは余裕が出てくるからその時に有給をまとめて取ろうと思ってるようんそれがいいよとにかく体が一番だってこと肝に銘じといて。 女の人が男の人にしてほしいことは何ですか七番テレビでアナウンサーが登山の人気について話しています若い女性が 登山を始めるようになった一番の理由は何だと言っていますか <noise> ここ数年 登山をする人が増えてきており、久々に登山ブームがやってきたとも言われています。中でも、今回の登山ブームの特徴は、若い女性の登山者が増えてきていることです。ではどうして、若い女性の間で登山をする人が増えてきているのでしょうか。もちろん、登山は健康に良く、日頃のストレスを解消できるという利点もありますが、それよりも、 若い女性が喜ぶようななおしゃれ登山グッズを扱うお店には見た目もよく機能的にも優れた登山服がたくさん並べられています。これまで登山といえばちょっと地味な印象でしたがおしゃれなイメージに変わったことで若い女性が飛びついたというわけです。 若い女性が登山を始めるようになった一番の理由は何だと言っていますかここでちょっと休みましょう。 また続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて、一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。例 <レイ S 1> テレビでレポーターが話しています。U タン就職とは、地方出身の人が都心で一度働いた後に 再び自分の故郷に戻って働くことを言います例えば北海道出身の人が一度東京に出て働きその後再び北海道に戻って仕事をするというようなケースです U ターン就職をした人の声を聞くと自分のふるさとの自然やライフスタイルに魅力を感じて決断した人が多いようです都会では時間に余裕のないライフスタイルになりがちですし物価も高く 住宅を購入すすることも困難ですそこで自分のライフスタイルを見直したいという人を中心に U ターン就職が注目されているのですレポーターは主に何に何ついいてて話していますか <S 1, 1 <S 都会のライフスタイル 2, 2都会と地方の物価の差 三ユーターン就職の魅力。四故郷にユーターン就職する人の数。最も良いものは三番です。回答用紙の問題三の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では始めます。 1> 1番テレビで男の人が話しています今年の夏の日本の平均気温は統計を開始した1898年以降で第3位という高さでした近年の日本は高温傾向にありますが昨年の夏は記録的な冷夏でしたので今年の夏の暑さが際立って感じられたのではないでしょうか。特に西日本では 最高気温が三十五度以上の猛暑日が一週間続くなど、記録的な猛暑となりました。これは、何日にもわたって、西日本全体を高気圧が多い。強い日差しが地面を温め続けたことによる影響が大きいとみられます。日本では、ここ数年、全国各地で観測史上最高気温の記録が更新されています。これには。 地球温暖化が関係していると言われますがすべてが温暖化で説明できるわけではなく他の要因も考えられます男の人はどのようなテーマで話をしていますか1猛暑日が増えている原因二、2, 2猛暑が日本社会に与える影響 地球温暖化が進む要因地球温暖化が生活に及ぼす影響 2>, 2番テレビで男の人が話しています日本では 冬の終わりから初夏にかけて、くしゃみや鼻づまり、目のかゆみといった症状を訴える人が多くいます。これは花粉症の一般的な症状です。花粉症とは、花粉に対して人間の体が起こすアレルギー反応です。60種類以上の植物が花粉症を引き起こすと言われていますが、日本で最も多いのは杉花粉症です。 日本で花粉症が急増したのは1960年代です。第二次世界大戦以降日本では木材の需要が高まりましたが供給量は不足気味でしたその対策として成長が早く建物の材料として使える杉やヒノキが日本各地に植えられましたしかしその結果として春になると 杉の花粉が大量に飛び散り多くの人の杉花粉症の発症につながったと考えられていますまた高度経済成長を経て林業が衰退すると外国から安い木材を輸入するようになり国内の杉の需要が減っていきましたそれにより大量に植えた杉の個体数が増加を続けていることも 次花粉症が増えている要因となっています。この話の主なテーマは何ですか。一。花粉症の症状。二。花粉症の種類。三。花粉症の治療法。四。花粉症患者の増加。 3番大学の授業で先生が話しています皆さんは普段どのぐらい外来語を使っているか改めて考えてみたことがありますか一般的に外来語とは西洋から入ってきたカタカナで表される言葉のことを指してカタカナ語とも言われますカタカナ語には ラジオやビールなど、それまで日本になかったものや新しい概念を表し日本語として定着したものが数多くあります。また住宅の居間をリビングルームと言い換えるようにカタカナにすることで新しいイメージを表現する場合もありますガソリンスタンドは一見英語のようにも見えますが。 これは、外国語を加工して独自の日本語にしたもので、和製語と言われます。中でも、英語を元にしたものが多く、それらは和製英語と言われます。このように、一口にカタカナ語と言ってもいろいろあるわけですが、今日は、皆さんが普段よく使うカタカナ語を分類してみようと思います。 先生は主に何に何つい。てて話していますか 1, 1外来語の定義の仕方た 2, 2外来語の表記の方法3カタカナ語の役割4カタカナ語の分類 4番資料館の音声ガイドで女の人が話していますこちらに展示されている資料はこの地域の古い民家で発見された江戸時代後期の庶民の日記です不要になった紙の裏にびっしりと文字が書かれていることから当時庶民にとって 紙がとても貴重だったこ,とがわかりますこの日記が歴史的資料として重要だとされる理由は作者自身の生活について事細かに記されている上に村の出来事も詳細に記録されていることですさらに家計簿としての役割も果たしていたようでこれを見ると 当時のの庶民の暮らしぶりりがよくわかります。若干の汚れや破れが見られるものの保存状態は良い方で当時の庶民の生活を知ることができる貴重な資料といえます音声ガイドでは主に何について話していますか 展示資料が見つかるまでの経緯 2, 2展示資料が貴重な理由3展示資料からわかった新しい事実4展示資料を保存する方法 5番テレビでレポーターが話しています皆さんはシェアハウスという言葉を聞いたことはありますかこれは一軒の家にに友人人同同士士あるいいは知らない人同士が一緒に住むことですアパートやマンションとは違いキッチンやトイレも共同で使うため掃除当番など面倒なことも多いとも言われていますが近年 都市部で若者に人気を集めていますそれはどうしてなんでしょうか住人の方にインタビューをしたところシェアハウスでは住人同士で一緒に食事したり夜遅くまで仕事や恋愛の悩みなどについて話し込んだりすることもあるそうですこのようにいろいろな話ができる隣人がそばにいることがシェアハウスならではの魅力だということです 確かに今日の社会では人と人とが直接触れ合う機会はかつてに比べ減ってきていると言われますこのようなシェアハウスはそんな時代に生きる若者に必要とされているのかもしれませんレポーターは何について話していますかシェアハウスの 2シェアハウスが若者に人気の理由3若者のコミュニケーション不足の原因4都市の住宅の特徴 6番会社の会議で女の人が研修について話しています今年度から大阪支社で新たに導入した社員研修についてご報告させていただきます大阪支社では今年からサバイバル研修というユニークな研修を始めましたこの研修は普段は誰も住んでいない無人島で 3日間生活すするというものですビスケット、水など、最低限必要なものは、事前に配っておきますが、あとは自分たちだけで、すべてを賄います。便利な生活に慣れた私たちにとって、無人島での生活は、想像を絶するものです。はじめのうちは、参加者たちはとにかく困惑した様子でしたが、 次第に顔つききが変わってきましたみんなで寝る場所を確保したり食事を作ったりする中でお互いに協力し合い困難を乗り越えようとする姿勢が見られるようになりました研修後の参加者へのアンケートでは「研修を受けてよかった」「協力することの大切さを学んだ」など肯定的な意見がほとんどでした この社員が会議で最も伝えたいことは何ですか 1, ?1 無人島での研修はとてもつらかった <S 2, 2 <S この研修はある程度成果が見られた3研修には協力的でない参加者もいた4研修のおかげで 仕事の成績が上がった問題四。問題四では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて 一から三の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。零。すみません、今お時間よろしいでしょうか。一。ええ、よろしいです。二。いいえ、結構です。三。 ええ、何でしょうか。最も良いものは3番です。回答用紙の問題4の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 またメールのお返事が遅れてしまってすみませんでした1これで何回目だと思ってるの 2, 2いやそれほどでもないよ3このようなことは二度とないようにします 2番昨日のサッカーの試合見たやっぱりヨーロッパのチームには歯が立たないね1うん勝てて本当に良かったようんもっと力をつけてほしいよねうん本当に惜しかったね。 3番、ご卒業おめでとうございます。卒業されても時々サークルに顔を出してくださいね。1、1> もちろん。また様子を見に来るよ。2>, 2、名前は出さないでくれよ。3、うん。楽しみに待ってるよ。 4番ああ昨日の面接予想外の質問が来て完全に言葉に詰まっちゃったよもうがっくり 1, 1大変だったね何が詰まったの 2, 2君のせいじゃないんだから気にしないで3まだ落ちると決まったわけじゃないだろう 5番部長ライオン食品からの資料がまだ届いていないんですが1すぐに問い合わせてみてくれ 2> 2届いているわけはないんだけどなどうして君はいつも送れるんだい 6番先方との打ち合わせが終わったら今日はもうそのまま帰っていいよ1では行き方をお調べします2 2> ちょっと間に合わないと思います <3 S 2> では明日またよろしくお願いします 7番すみません後ろを通ってもいいですか 1, 1うーんそれはちょっと 2, 2ええ前でも結構ですよ3あこれは失礼しました 8番申し訳ございませんこちらのお品物は機内持ち込み禁止となっております 1, 1うっかりしていました 2, 2恐れ入ります3どういたしまして 9番この資料すごく見やすくなったね大変だったんじゃない1ご苦労様でした 2, 2どうすればよかったでしょうか3先輩のアドバイスのおかげです 10番、説明会に申し込みたいのですが、受付はこちらでしょうか。1、1> 事前のお申し込みは不要ですよ。2>, 2、ファックスはあちらにあります。3、おかげさまで大盛況でした。 11番熱あるんなら帰ってゆっくり休んだら先生には言っとくから 1, 1いや急いでくれないかな 2, 2先生は言ってないと思うよ3授業出たいけどその方が良さそうだね 12番、あの、ツアーを予約したものなんですがキャンセルをしたいと思いまして「1」「かしこまりましたではお名前をお願いします」「2」「申し訳ございませんがこちらのツアーは定員に達しました」「3」「承りましたいつがご希望でしょうか」 13番もっと早く言ってくれれば手伝ってあげたものを 1, 1手伝ってくれてありがとう2ほんとそうすればよかった3ずいぶん早かったんだね 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取っても構いません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます。1番通信販売の会会社で会議をしていますでは次に婦人服部門のインターネット販売について改善点を検討しましょうはい。 お客様にウェブサイトをどう改善すれば商品がより選びやすくなるかという質問をしたところ着ている時のイメージがもっとよくわかるようにしてほしいという意見が最も多かったです具体的には色ろいろな角度から見られるように動画があるといいモデルが商品を着ている写真を増やしてほしいなどの声が多く寄せられましたどちらも検討すべき点ですが コストがかかりますね他にはどんな意見がありましたかはい商品の説明をもっと詳しくしてほしいとか商品の分類をもっと細かくしてほしいといった意見が比較的多かったです商品の説明を加えるのはすぐにできそうですねそう考えたんですがこれ以上細かく説明すると文字が多くなりすぎてしまうと思うんです実際 もっと簡潔な説明で良いという意見もありましたじゃあ商品のカテゴリーを今より細かくすることを検討してみましょうかあのそれについてですが以前種類の多い T シャツを細かく分類してみたところとても複雑になってかえって不便だと言われたんですなかなか難しいですねどうでしょうまずは最も要望の多い点について 改善を進めてはそうですね動画で商品を見せるにはシステムを大幅に変更する必要がありますから写真の方を何とかしましょうか。ししまょうでは早速予算を立ててみます商品を選びやすくするためにどうすることにしましたか1 商品を動画で表示させる。2, 2商品の写真を増やす。3商品の説明を詳しくする。4商品を細かく分類する。 2番 2> デパートで店員と客が話しています友人の子どもの2歳の誕生日プレゼントを探しているんですがどういうものが人気がありますか 2>, ?2 歳のお子様のお祝いでしたらベビー服、食器、おもちゃなどをお求めになるお客様が多いですがベビー服とかいいんじゃないかわいい服買ってあげようよそうね。 でも田中さんとこ女の子二人目でしょう。服とかあと食器とか上の子のがあるからそんなに不自由してないんじゃないかな確かになそれでしたらおもちゃはいかがでしょうか当店では輸入物の珍しいものも含め豊富に取り揃えております面白そういいんじゃない見てみましょうよそうだねでも実は 絵本もいいなって思ってて思たんだよね絵本かまあ確かに悪くはないと思うけどでも選ぶのが大変そうとりあえず見てみようよピンときたものがなければ無理に絵本にしなくてもいいからさわかったわ女の人は何がいいと思っていますか 1> 1 ベビー服。二。食器。三。おもちゃ。四。絵本。三 <4 S 1> 番。 まず話を聞いてください。それから二つの質問を聞いて。それぞれ問題用紙の一から四の中から。最も良いものを一つ選んでください。では始めます。三番。テレビでアナウンサーが話しています。生活習慣病は。 日常の乱れた生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気です生活習慣病には様々な病気があり日本人の約三分の二が生活習慣病で亡くなっているとも言われています生活習慣病の原因には遺伝的なものもありますが普段の生活習慣も大きく関わっていますその中でも普段の食生活が原因となる場合をいくつかご紹介しますので ご自分がいくつ当てはまっているかチェックしてみてください。まず一つ目は好き嫌いが多いです。自分の好きなものばかり食べてはいませんか？二つ目は食事時間が不規則であるです。毎日の食事時間が決まっていない人も多いのではないでしょうか？三つ目は毎回お腹いっぱい食べているです。食べ過ぎは体に負担をかけてしまいます。 そして4つ目は外食が多いです忙しいからといってつい外食で済ませていませんかさあ、あなたはいくつ当てはまりましたかあなた全部当てはまるんじゃないそんなことないよ確かに以前はそうだったかもしれないけど去年の健康診断で悪い結果が出てからは食生活はかなり改善したからねまあ仕事柄食事の時間だけは決められないんだけど あとは全部クリアしてるよマリコはどうなの私もほぼ大丈夫なんだけどただただ何腹八分目ってのが私にはできないのよね満腹になるまで食べないと幸せって感じにならないじゃない質問一。男の人は どれに当てはまりますか質問2女の人はどれに当てはまりますか これで懲戒試験を終わります